ユーリード・ドロズドフは、ソ連の軍人、チェキスト、スパイ、退役少将。12年間にわたって、ソ連国家保安委員会の非合法情法部門、S 局長を務め、特殊部隊ビンペル部隊を創設した、ミンスクの軍人の家庭に生まれる。1944年、エンゲルス市に疎開していた第一レニングラード砲兵学校を卒業し、1945年、砲兵として、 ベルリンの戦いに参加。1956年、外国語軍事大学を卒業し、KGB に移った。1957年から1963年まで、イリーガルとして、クライネルとユルゲンド・リブス、ルドルフ・アベルの重慶艇等の偽名で、ドイツで活動した。クリニケ教でのルドルフ・アベルとフランシス・ゲイリー・パワーズの交換に立ち会っている。 1963年、作戦要因完全化過程に送られる。1964年から1968年、在北京 KGB 支局長。1970年代はめ、本方園主体の名前で、西ドイツのバンドを拡乱した。1975年から1979年、中国連ソ連副上任代表をカバーに、在ニューヨーク KGB 支局長。 アフガニスタン侵攻時、KGBS 局長となり、グロム、ゼニート部隊の特殊作戦を指導した。アフガニスタンでの戦訓に基づき、1981年8月、ビンペル部隊を創設した。ソ連末期、アナリスト、イリーガル、外交官の役割を演じ、対外防衛用に従事した。1991年、退役。現在、情報分析会社、ナマコン社長。 諜報、特殊部隊退役者協会、ピンペル、マイナスソユーズ名誉総裁。10月革命勲章、赤旗勲章、労働赤旗勲章、一等祖国戦争勲章、赤星勲章、名誉国家保安職員協章、諜報における奉仕に対する協章を受賞。ありがとうございます。